わが町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話を聞いて、和歌山市の魅力を再発見して皆さんにお伝えしていこうという番組です。第8回の出演者はアメリカニューヨーク出身のジョセフ・スパシアードさんです。ジョセフさんは1959年ニューヨーク生まれの57歳。大学卒業後フリーの報道カメラマンとして活躍。撮影で来日した際友人に紹介され26年前に和歌山市へ。現在は英会話の先生として活動されています。ニューヨークはアメリカの最大の都市で金融、経済、文化の中心地として名高い街ですね。日本は住みやすいね。初めては東京、そしてニューヨークと東京はすごい似てる。沖の町は沖の町、全然違う雰囲気はない。普通のアメリカの町住んでるはね、全部の大きい、大きなアパートある、大きな家ある、大きなスーパーある。私はニューヨークからそれはないね。私のニューヨークのアパートは狭いと、ニューヨークのスーパーもはカゴでショッピングする、その大きな のやつはないね。まあもちろん違う国はびっくりした。でもまあそのショックはない。和歌山はねちょうどいいね。すごい大きいじゃない、でもすごいちっちゃいじゃないね。むしろすごい田舎、多分難しい。でもすごい町はまあまあアメリカと同じみたいな感じ。本当に和歌山ちょうどいい。緑はいっぱいと、山と海あると、まあ人も優しいの、住みやすいね。私もまあその場所は写真撮りたいね。まあ久しぶりいてだからね、まあ、もう一回写真撮りたい。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。ジョセフさんは元写真家ということですので、今日は和歌山市の素晴らしい風景を写真に撮ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。近年パソコンやスマートフォンでいろんな人とつながるソーシャルネットワーク SNS のうち、写真投稿の SNS が大人気です。今日は素敵な写真を撮るのにおすすめの場所を紹介してみたいと思います。まずは和歌山城で撮影します。まあ、久しぶり和歌山城、綺麗な。ねえ、今日はね、いろんなところでたくさん写真撮ろうと思うんですけど、ジョーさん、もともとこの写真に関係するお仕事をされてたんですってね。いや、昔はね、ニューヨークで私はフォトジャーナリスト。あ、フォトジャーナリスト。はい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 、いっぱい写真撮ってるの。大体、その、昔々ね、大体ディジタルはない、フィルムで撮って、ね、そう、自分の暗室するアパートで。あ、そうか、フィルムで撮る時代ですもんね。そして大体白黒ある。あ、白黒の写真。そう、久しぶりで、わけあんま上機では、まあもう一回白黒の写真撮っていくと思うね。じゃあ今日はその白黒の写真で。はい、わあ、なんかそれも味があって素敵。あ、私はね、じゃあ、あんまり私技術良くないかもしれないから、もうとりあえず気になったものどんどん写真撮っていきます。はい、教えてくださいね、いろいろ。はいはいはい。いっぱい素敵なものあると思いますよ。あ、ちょっと待って、素敵なものあるよ。わ、嬉しい。うまいな、もう。つかみはバッチリですよ。ねえ、じゃあ早速行きましょう。はい、まずは復古像を撮影します。これは和歌山城の立つ山が虎が伏せている姿に似ていることから建てられたものと言われています。わあ、和歌山城綺麗な。ねえ、和歌山城はもう何度も来られてるんですか？はい、たくさん来てね、うん、私も和歌山城、城です、和歌山城の城さんです。そうそう、ちょっと撮って、綺麗、わあ、青空が映えますね。この木はね、松はね、絶対日本の雰囲気。誰でも見てその、イメージは日本。ガ
ゃあ松こんな感じじゃないんですか。松あるんだけどもうちょっとな、うん、クリスマスみたいな感じ。あ、三角っぽいね。あ、このカットの仕方が違う。そう本当に誰でも見てその形は日本に言ってね、うん、確かに日本ならではのこのねもう綺麗ね。和歌山城と松ちょうどはいいマッチね。確かにマッチしてますね。そうね、うん、そうか。じゃあこれ松を引っ掛けてこの感じで。和歌山城には天守閣のほか各所に面白い写真が撮影できるところや記念写真にぴったりの撮影場所があります。どうでしたジョーさん。わからない久しぶりな、そうですね、まあどう意図とかなわからない。じゃあ次はどこ行きましょうか。どこかな、うん、あ、加賀はどう。ただ海の加賀。そう あそこいいですね、うん、いい景色あるとね。私加賀は釣りにしか行ったことなくって、はあ、ちょっと写真撮るとなるとまたちょっとねいろんな魅力が見えてきそう。そう行こうね。行きましょう和歌山市北部の加賀海岸にやってきました。加賀の海に到着しましたよ。綺麗な山も見てみて、すごい綺麗景色。あ、素敵ですね。でもジョーさんはまたどうしてこの海が好きだったんですか。いや海はね、うん、音は綺麗、匂いも綺麗な、うん、風もいいね。うん、うん、本当に和歌山は山と海のイメージあるよね、うん、確かにね。ちょっとこの素敵な景色だけど、うん、面白い写真も撮りません。え、どのちょっとトリックを使ったトリック写真とかはい、見たい見たいね、ちょっとやっちゃいましょうか。はい船が口の中に。灯台をつまんでみます。おお、これがね、あとちょっとちょっとね微妙こういうトリック写真面白いですよね。続いて加賀の美山地区にやってきました。ここにはレンガ造りの砲台跡がありノスタルジックな写真が撮影できます。砲台跡の展望台に来ました。綺麗綺麗綺麗、すごいですね。それ友ヶ島ですよ。あ、本当は本当、いや面白そう。いや、ニューヨーク。あ、違うどこまで見えるの。ごめん間違い。ね、でもあの奥の方にはもうねちょっと今うっすらしか見えないけど、うん、晴れてると四国がねしっかり見えますよ。本当、うん、ねえ、あ、こここんなにね見晴らしいですね。いやー見晴らしがねすっごくいいから写真もいっぱいいいの撮れました。楽しかったね、面白い、ね、じゃあね次は今ジョーさんのおすすめのとこ行ったから、はい、私のおすすめのとこ行ってもいいですか。どこ内緒。あ、行こう、行きましょう、行きましょう続いては和歌浦にやってきました。ここは紀州東照宮です。上見たらしんどくなる。おお、気をつけて。わあ、綺麗。ああ、綺麗。ねえ、いやなんか頑張って登った甲斐あるでしょ。そう。ね、うわ、見て見て。こっちでも景色もすごいし。すごい。ちゃんと頑張った後にはご褒美が待ってるもんです。そう。ね。写真スポットいっぱいありますよ。はい、行こう、行きましょう。
門のところの装飾なんかすごくカラフルで綺麗ですよね。すごい。そして その何それは鬼みたいなやつ。うん。その中え中中あ本当だ。これもあるね見て。ねあれ何やろ。私名前がわからないけど。でも面白いなそれ。面白い。こういうのちょっと撮ってきましょう。なあ。うん。最後に片尾波海岸で夕方の海辺を撮影しました。ここからの夕日は日本の夕日百選にも選ばれた和歌山市の絶景夕日スポットです。今日はね、長年お住まいの和歌山市を改めてこうカメラを持って一緒に回ったわけですけど、どうでしたか？すごい楽しかった。面白いかと思うね。うん、朝は和歌山城行ってね、うん、すごい綺麗な景色見てね、うん、そういっぱい写真撮りましたね。そうそうそう、その後は彼いてはね、うん、山見てと、うん、すごいお気に入りの方ですから。そう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 、すごいいっぱいの綺麗な景色見てね、うん、その後ではね、神社行ってね、うん、階段はちょっと疲れたんだけど、ね、最初にね、変な階段ありますから。でもすごい綺麗かったな、うん、ね、あの鬼のね、あのこう一生懸命支えてるあれも面白かったですしね。可愛 い, いかった、ね、最後はこの夕日見てはね、うん、最後すごい嬉しい ね、うん、ね、ありがとういっぱい心が現れました。そう絶対いっぱい人を教えたいね、和歌山この場所ね。あ、じゃあ世界中のお友達にぜひ。絶対インターネットで見てね、うん、YouTube では教えてね、絶対そう、ね、そうしてください。この和歌山の素敵な魅力いっぱい発信していきましょう、はい、なあ、ありがとうございます。ありがとうございました。我が町和歌山プラス第8回の今日はアメリカ・ニューヨークから来たジョセフ・スパシアーノさんと和歌山城、加太、和歌浦と和歌山市の名所を回って撮影し、和歌山市の魅力を再発見しました。写真で和歌山市の少し違った風景を楽しんでいただけたでしょうか。ジョセフさんを番組サポーターに認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともに様々な和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また YouTube 和歌山市公式チャンネルにも番組を様々な言語で翻訳した映像を配信していますので、ぜひご覧ください。今後の番組もお楽しみに。